はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。PC88 のスタークルーザーパート10ですね、やっていきたいと思います。火星に戻ってきましたね。火星に戻ってきて、ここ何もなかったよね。新たな目新しいものはなかったんですが、ついつい、見ちゃってますけど、そうですね、ブースター高いな、量子レーザー安いけどブースター高いなって思ったね。量子レーザーここで買うべきだったんですね。お金はね、あんまりね、正直今困ってないので、あれどっかあれですよね、ここ行けるところがあるはずなんですよね。あれ、こういう時はバー行ったらいいのかな。いらっしゃいます。赤い砂ですと。このところ景気悪くてね、この町はと。ゲートで封鎖されたところあったら、そこは昔の宝石採掘場さ。そういえば最近何か物音が聞こえるなと。ここですよね。ここですね。調べてみましょうか。ゲート F があります。動かせないでしょ。反応がありません。どうなんだいこれ。怪しいなこれね。火星原産の枯れ桜です。反応がありません。あれどうしろってんだい。はい、あ、なんかあるわ。これだねこれだね。調べよう。この1本だけ生体反応がありません。動かしましょう。はい、あ、動いたね。動かせませた。で、これとこれがあるんですね。で、ゲートエコー解除できましたということで、ちょっとしたら謎というかね、こういったこともあるんですが、ちょっとね、燃料入れていきましょう。高いな、ここも180なんですね。またごひいきにとね、あまりひいきにしたくないんですけどもね。あ、ひょっとしたら私スタークルーザーパート9って言ってます？言ってたらこれパート10ですね、どうもね、おそらく。すいません。動くな。太陽風の基地に一人乗り込んでくるとはいい度胸をしているな、褒めてやろう。しかしその勇ましさが命取りだ。やっちゃうのかい？いや違うね、音が違いますよね。どういうこと？ちょっと何ダメージ食らって。しまった、閉じ込められた。しかもシールドがね、いや燃料満タンにしてよかったと思いますね。お？扉が崩れた、ここから抜け出せるよ。しかし一体誰が助けてくれたんだろう。はい、シールドはね、減らされちゃいました。よいしょ、あ、誰かいますね。あ、よいしょ、誰かいる。いや、分かってますよ、女だ。誰だ、あんたが助けてくれたのか。そうです、私はダイアナ・ガーディス。ああ、何それじゃあ、あんたがということでね。俺はチェレンコフ警部に頼まれてあんたを探しに来たんだ。そうですか、でも私はまだ帰るわけにはいきません。まだ調べることが残っているんです。ああ、なかなかあれですね、忠実な人ですね。では警部にそう伝えようと。このカードを持って行ってください。これを持って早く警部のところへ。まあこれだけを見るとそんなに大した仕事じゃなかったんですが、どう見ても敵さんいますもんね。困りましたよね。これどうすんだい。とりあえず、あ、そうだ、こういう敵がね、あの下に、この下が当たり判定みたいなね、あんま大して強かったイメージはないんですけどもね。今ノーダメージでいけそうですもんね。ただまあさすがに
待機力はね結構ありますね。あ、食らっちゃった。あー、食らうとは思わなかったんでちょっとショック。あ、3発食らっちゃったね、合計ね。はい、右は何もなしですね。左で、あ、量産来るな。結局これ火星だからやっつけてかんといけないのね。あ、当たるかい。お、また当たった。お、また当たった。3匹いるのね。そんな知らなかった。2匹だと思ってた。おーおーおおお、ちょっとたまんないね。よいしょ、燃料が入りまして、これも3匹だね。これも3匹だね。どれからやっていいか分かんなくなっちゃった。分かんなくなるね。おー、やばい。わ、索敵機破損。これはまずい。連発で食らっちゃいましたね。よかった、カーゴじゃなくてよかったですね。え、ちょっと待って、さっきにシールドを貼った方がいいね。で、使うで、使用で、修理ニット。無駄に修理ニット使っちゃいましたね。わあ、あれ3匹こんな大変だっけ。もっと簡単だったような気がしたね。3匹いるんですけど、なんだ大したことないねっていうのが私の記憶なんですけども、あ、意外に大変。あ、耐久力があるのね。てかこっちの攻撃力が少なすぎるんですね。あ、これ2匹か。これ2匹のパターンですね。2匹のパターンなのでまだやりやすいんですけど、わあ、それでも2発食らったね。燃料持つかな。これでお金1000か、少ないね。いや、こっち行こうか。あ、3匹だこれ。おお、ガンガン食らうね。クラクラ。おっ、てかやばい、電磁シールドがなくなっちゃった。おお、ガンガン当たるんだけど。あー、なかなか大変ですね。あ、これは2匹か。ダメージ食らわなくてきてますね。なんとかね。それより燃料がやばいね。うわ、まあ、こっちなんか、あ、修理とか。これ3匹のパターンか。あー、どれからやっつけようか。真ん中やるのあんまり良くないような気がする。あ、1発食らっちゃった。あ、2発食らっちゃった。お、3発食らっちゃってる。かなり食らっちゃってるね。おお、また来るかい。あー、ちょっとしんどいね。ちょっとしんどいね、本当に。どっちから行こう。こっちから行こうか。あ、また3匹だ。真ん中倒すのどうなんだろう。あ、いいのかな。おお、食らってる食らってる。おお、また食らってる。おーおーおお、あらららら、やばい、ほんとやばいわ。敵がね、うわー、食らってるわ。エネルギーが持たない。あー、しかもここ何もないし。
匹だ。あ、これまた真ん中行っちゃうとやばいよね。ああ、食らってる食らってる食らってる。うわ、食らってる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 。おお、まずいよまずいよこれ。血だね。ああやばい、ほんと燃料ないわ。ああ線線じゃダメだろう。え、出れる？出れたら嬉しいんだけど、出れないよね。ああこいつか。うわ、当たってる当たってる。これはちょっと本当にまずいわ。もうシールド回復できないよこれ。でしょ。はい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 。ちょっと。あった。これ3匹だ。こっちからやっつけよう。どうもね。威力はやっぱ弱いかな。おお、ダメダメダメ。お、武器系破損って。うわ、完全に終わった。して、いやもうエナジーがないんでね、これダメでしょ。あ、終わった。あー、エネルギーがなくなりました。あら、あら、まあやられちゃいましたね。ちょっと早いんですけどね、この辺で待っておきたいと思います。P38 のスタークルーザー、パート10ですね。どうもありがとうございました。